歌川広重筆、53時名所税府中、安倍川三六二町長町二町町遊郭の情景。二町町遊郭は、寸府にあった遊郭。静岡市青井区、駒形通り五丁目付近で、現在は静岡県地震防災センターがある。大御所、徳川家康の隠居の地である寸府城下に作られた幕府公認の遊郭で、一万坪もの広大な面積を誇っていた。 あとに、その一部は、江戸に移され、吉原遊郭になった。蓬来楼など、代表的な遊郭は、明治時代以降も続いたが、第二次世界大戦の静岡大空襲で消失した。天正13年、徳川家康が終焉の地を求めた時、今川家の人質として幼少から、青年期にかけての多感な時代の大半を過ごした地で、あること、東西の幼少であること、 家康がこよなく愛したと言われる、富士山が目前であることから、寸譜築城を開始した。つい記時に、全国から、家康側近の大名や家臣をはじめ母子、大工方、妊婦、農民、商人などが大勢集まっていた。その者たちの労をねぎらうために、遊女や女歌舞伎も多く集まっていた。しかし、彼女等をめぐっての争い事が絶えず、ついには、 大御所家康も見るに見かねて、遊女と女歌舞伎の追放を命じた。そこに、老齢のため隠居の願いを出していた、徳川家康の鷹城である、鷹城組頭、イベカンエモンなる者が、自身の辞職を理由に、遊郭の設置を願い出ると、大御所家康は、ことの次第を察してか、その願いを聞き入れた。関エモンは、現在の安倍川近くに一万坪の土地を慈悲で、購入し、 故郷である山城国伏見から業者や人を集め、自身も伏見屋という店を構えた。これが幕府公認の遊郭の始まりである。後に町の一部を江戸の吉原遊郭に移したので、残った町がいわゆる二町町と呼ばれ、全国に知られた静岡の歓楽街になったのである。駿府城下には町が96か町あり、 そのうち七カ町が遊郭であった。そのうちの五カ町分が江戸へ移り、残った二カ町が二町町の由来とも言われる。東海道中膝栗毛にも登場する。明治27年、時の静岡県知事、小松原栄太郎の戦文にも二町町遊郭の由来が記されている。空襲で消失し、今ではその名残すら見えないが、存在を確かめることができる。 稲荷神社がわずかながらにひっそり佇んでいる。ウィキメディアコモンズには、二丁丁遊郭に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。